皆さん、こんにちは。JAMA 技術委員会、調査小委員会ラボ DX ワーキンググループの主査を務めております、石熊と申します。本日は、ラボラトリーの将来像とそれを支える標準開発というタイトルで、今、JAMA が参加して国際的に進み始めました、標準、ラボラトリー&アナリティカルデバイススタンダード、略して LADS のご紹介をしたいと思います。よろしくお願いします。カメラの方はこれにて失礼いたします。本日の内容ですけれども、ここにあります項目について、触れたいと思います。まずはこの JIMA と呼ばれる工業界のご紹介、その中での技術委員会、調査小委員会の紹介をさせてください。そしてラボラトリーの現況、そしてそのラボラトリーを将来どういうふうな形にしたいかという、その将来像、ユースケースのお話とその狙いですね、ご紹介いたします。そして、LADS OPC Way、このラボラトリー&アナリティカルデバイススタンダードの概要について、ご紹介いたします。本工業界の正式名称は日本分析機器工業界と申します。英文にいたしますと、Japan Analytical Instruments Manufacturers Association、 頭文字を取って JIMA と呼ばれております。この工業界のミッションはですね、分析機器に関します研究、調査、技術の向上、需要の開拓、またこの業界全体の技術の高度化、また事業の高度化に関します活動、事業を展開しております。主に分析機器の製造を営みます会員が中心となりまして、正会員が101社、またその流通貿易等の事業を営む会員も参加いただきまして、参上会員として69社が参加しております。 JIMA の中では複数の委員会が各々の目的を持って活動しております。その中の一つ、技術委員会は、分析機器が貢献いたします社会課題解決の場はどこであろうか、でその場での動向を調査し、それを支える分析技術および分析機器の性能、品質、関連サービスの改善や向上を目指して、会員企業共同で事業活動を展開しています。この委員会の中には調査小委員会ラボ DX ワーキンググループがございまして、特に分析機器が使用されるラボラトリー、分析データが生み出されるラボラトリーのデジタル技術による進化が、さまざまな課題を解決するソリューションとして求められている点に注目いたしました。そして、このようなラボラトリー機器群がシステムとして効率よく運用され、得られた分析データによって求められている情報を的確に提供できるように、ラボラトリー内外のデジタル変革が必要であると定め、その変革を推進しております。内部におきましては、略称ラボ DX という名前で呼んでおります。さて、ラボラトリーの現況でございますけれども、ラボラトリー、一言で申しますと、さまざまな場所でさまざまな機能を果たしていると言えます。製造業の皆様方の製品の開発、また品質の管理、出荷された製品のトラッキング、等々ですね、また大学、アカデミア、それから研究機関での新たな素材の研究等々で、また人材の育成にも使われますね。大きな役目を担っている場でございます。しかし、なかなか将来像に向かって将来こうありたいという姿に対しまして、そことはまたかけ離れた実態というものがあるんだというお話を、いろんな筋からお聞きいたしました。そこで代表的なものをちょっと2点、ここで紹介いたします。1つ目が、この機器の利用形態ですね。分析や前処理などの高度な機能を有しました、その機器がラボラトリーの中にはいくつか存在していることがございます。たくさんの機器をお使いになっているラボラトリーもございます。しかし、残念ながらそれらの機器が単体で利用されて、操作やデータ処理が一貫したシステムという形で運用されていないという実態でございます。人の手による資料の輸送、ローディング、アンローディング、また人の手によるデータの収集、解析に頼っているところはまだ多々ございまして、実験、研究の生産性がなかなか上がらず、
研究者も本当はやりたいとおっしゃっているその創造的な研究活動になかなか時間が使えないというこういう問題点をよくお話しとして伺います。2点目は特に製造業ですけれども、プロセスオートメーションはかなり長い歴史を経て進んでまいりましたが、ラボラトリーオートメーションという言葉がまだ言葉としてはよく聞きますけれども、実態を伴っていないということでございます。具体的にはその異なる環境で運用されておりまして、ラボと研究開発、品質管理、製造、こういった企業の中でのさまざまな機能の間での連携とかデータの共有運用が効率よくなされていない、これを何とかしたいという問題点をご指摘いただいております。このような現況のままですと、研究機関もそれから製造業企業も、その研究の内容の向上がなかなか狙いにくい、また企業に至りましては競争力が上がらない、また国際社会の中でも進んでいく業態の動きになかなかついていくことができない、このような問題が浮き彫りになってまいります。そこでいろいろとヒアリングいたしまして、将来はまずはこういう形までは到達しないといけないという、その将来像と狙いをですね、さまざまなお客様からお聞きいたしました。大きくここには2点また挙げておりますけれども、1つがユースケースナンバーワンといたしまして、分析データと分析機能のインテグレーションが挙げられます。これはその中にも3つちょっと書いておりますけれども、分析機器、そのデータを生み出します機器とそのデータがですね、どんな組み合わせであればそのシステムが組めるか、効率よくそのデータが取れるかという、その部分を短時間でデザインするというのが1点目。そのことによりまして、研究開発業務や機能の重複や遡りが発生しないと、今の現況ではここのところは非常に、どれを使おうか、あれを使えば、これを使えばまた同じ機能があるんだけどもというところをですね、また人が機械をつないで、そのシステムのデザイン、それから組み上げをやっておられます。なんとかプラグアンドプレイにしたいですね。その2点目はですね、組み上がりましたシステムございますけれども、その各機器へのデータのアクセシビリティ、必要な時に必要なデータをまた狙った数量、また狙った回数、狙った品質でデータを得たいというための、そういった姿ですね、ラボは担ってないといけないわけです。工数時間は今に比べてぐっと短縮され、作業の精度もぐっと向上し、品質も維持され、向上されるという姿を狙わねばならないということですね。3点目は製造業の話にまた戻りますけれども、先ほど申しましたように、各部門間での業務間で必要とされるデータへのアクセシビリティを上げる、各々の部門が必要とされるデータ、特にこのラボが提供しなきゃいけない、またラボが受け取らないといけない、そういったデータのアクセシビリティをもっと上げないといけない。そして工数時間を短縮し、また精度、品質の向上をそこで上げていかないといけないという、まあ、こういう姿に到達したいというのがこのユースケースナンバーワンでございます。ユースケース2番目は、またその実際に組み上がりましたラボラトリーのシステムによってどれだけ人間の手を煩わせない姿になっているか、できるだけ人間は、まあ、研究者はですね、その輸送をしたりとか、何か、こういう言葉は失礼かもしれませんけども、付加価値の低い作業じゃなくて、もっと創造的な活動へシフトしていけるように、そういう姿にならないといけない。そのためには自動化、自律化というものが必要とされると、それがうまく働いていて、生産性の向上、誤操作、誤認の防止、安全確保が、狙えるというところでございます。これは U は易しでして、前処理、後処理を含みます全てのラボラトリーの一連の作業、プロセスにおいて、慎重に考えて、深いところで、いろんな技術なり、それからルールの標準化なりをしていかないといけないところでございますね。このようなユースケースは、日本国内だけの話ではなく、海外におきましても、同様の状況、それから同様のゴールを描いている工業界がございます。そこで、ドイツにあります工業界、スペクタリスというやはりJICAのパートナー工業界であります工業界から話、声がけがございまして、ラボラトリーの機器、
それから分析機器、ラブラトリー機器、アプリケーションですね、がお互いに伝え合い、理解し合うための情報モデルを作らないか、OPC UA のコンパニオンスペックとして作らないかという声掛けから始まりまして、このプロジェクトが形成されることになりました。で、ラボラトリーでの一連の作業、ワークフローを自動的に進める、そのことをオーケストレーションと呼んでおりますけれども、そのために必要な情報と実行機能を統一した構造と意味合いで、おのおのの機器が保持する、そして運用できるような、そういう姿を狙いましょうということでございます。絵の方をちょっと見ますと、左の絵がですね、そのターゲットイメージということで、すごく簡単な絵ではありますけれども、この中には大切なキーワードが入っています。プラグ&プレイ、インターオペラビリティ。このデバイス間ではプラグ&プレイでインターオペラビリティが実現されていないといけない。そしてそれは何のためかというと、ラボラトリーのワークフロー、この一連の作業を自動化できるように、そして先ほどのユースケースにもありましたように、今まで1日に10件しか取れてなかった実験データが100件でも200件でも取れるように、24時間自動化自律化によって回していくためには、このようなワークフローがプラグ&プレイ、インターオペラビリティをもとに運用されてないといけない、自動的に運用されてないといけないというわけですね。で、右の方の絵いきますと、先ほど申しましたこの一連の作業の自動的に進める姿、オーケストレーションもございますけれども、他にも、リモートからの監視操作、そしてから、絶対に止めてはならない、やっぱりラボラトリーも製造プロセスと同じで、止めることによって大きな損害が出てしまう。200件取ろうとしていたデータが取れないとなると、大きなステップバックになってしまいます。そういうことのないように、機器のメンテナンスも十分に行わねばならないと。それも電子的に自動的に必要な機能が動くと、人を助けるということがないといけないというのがこれらのユースケースです。で、上の説明に戻りますと、このプロジェクト、この2枚後でご紹介します団体によってジョイントワーキンググループが構成された形で、今年開発がスタートいたしました。これからですので、まだ年月はかかります。2024年前半には何らかのアウトプットが出せればということで、今プロジェクトの中での組織運営が始まっております。組織といいますと、もう一行、今年10月からはメーカーだけの集まりではなくてですね、分析機器をお使いになる、またラボを運用されるユーザーさんのレビューコミュニティも発足いたしました。LADURC という名称で指導しております。この LADS によりまして、狙いたい姿は先ほどのゴール、ターゲットイメージとユースケースございましたけれども、また運用面におきましても、また企業ワイド、特に製造業におきましての、企業の中での運用の効率の良さという点もにも大きく貢献するところかと見ております。この絵は、先ほど触れましたドイツの工業界スペクタリスが出しておりますホワイトペーパーの中に掲げられている図なんですけれども、製造業におきましてはですね、プロセスオートメーションは先ほど申しましたようにどんどん進化して進んできております。そちらと足並みを揃えて、データの共有、また運用の相乗効果を出せるためのシステム作り、ラボだけの話ではないというところからですね、このラボラトリと製造プロセス側との間での、今ギャップがある部分をですね、それを埋めていくことができるであろうという見方もしております。インダストリー4.0に対しまして、ラボラトリー4.0という言葉を使っておりますけれども、この右側半分がちゃんと立ち上がることによって、企業の中で初めて技術的なデータ、ラボにも関連してくるデータがくるくると効率よく利用されるという形になろうという姿でございます。先ほど来名前が出ておりますスペクタリスも含めまして、このプロジェクト7つの工業界でドライブしております。
このスライドには、ではですね、右側の赤い四角の中に、その7つの工業界のロゴが示されております。ちょっと和訳いたしましたのが、その下にあります、7つのブレットでございますけれども、言い出しっぺがですね、このドイツのスペクタリス、光学分析医療機器工業界ですね。そして、それに加えまして、同じくドイツの VDMA、機械工業連盟が参加しております。特に皆さんご存知の通り、ロボティクスを含めまして、ものづくりの分野でも大きく、いろんな様々な標準開発に貢献しておられる工業界でございます。そして3つ目が OPC ファンデーションですね。OPC 協議会のお力、お借りしております。4つ目に、この私たち JICA が参加いたしました。で、最近ですけれども、この右側に3点ございます。英国のガンビカ、それからスペインのラブマス、オランダの FHI と、こういった工業界も参加を名乗り出ていただきまして、現在この7つの工業界で開発を進めております。もうここに書かれておりますけれども、ラッツ OPC へのコンパニオンスペックを作るということでございます。この講演をお聞きの皆さんもお分かりかと思いますけれども、このような業界での新たな標準を作ろう、で OPC を基盤にしようとした場合は、コンパニオンスペックですね、そちらの開発ということになります。左の方に、また上の方に少し企業のロゴが出ております。で、こちらは実際に、今申しました工業界の中で参加もいただいている企業さんなんですけれども、加えまして、またスポンサーとなっていただいて、このプロジェクトを支えてくださっている企業の皆様方でございます。こちらの絵はもう皆様おなじみの絵でございますけれども、ラッズもコンパニオンスペックとして、先輩方々のこの情報モデルのライブラリの中に入る、そういう位置づけで開発をしようとしております。なかなかこの協調領域としてどこまでをセットするかっていうのは、皆様もご案内の通り、簡単なことではございませんで、特に分析機器の場合、分析系の場合はタイプが変わりますと、ものすごい分量のデータを管理する、またデータのバリューを生み出すということになります。それらの分析機器のタイプを超えてまで、共通の構造で、共通のデータの理解の仕方でというものを設けるためには、これまでは誰も経験したことのないような世界に踏み込んでいくことになろうかと思われます。しかし、これから2年、3年かけてですね、このラッズというコンパニオン情報モデルを作ることによって、先ほどのようなユースケースを全うする、またその姿に近づくことのできる、そういうブリッジになっていくんではないかということで、関係者は見ております。このようにラボラトリーのデジタルトランスフォーメーションはまだ始まったばかりです。プロセスオートメーションに比べますと、まだまだ離れ小島の機器がたくさんございます。これらをしっかりとつないで、また自動的に運用できる姿にして、そして研究機関の狙う研究の成果、そして各企業の競争力の強化につないでいく、その姿、そのアプローチがですね、やっと始まったと言っても過言ではございません。プロセスオートメーションの諸先輩方からもいろいろなことを教えていただきながら進めていきたいと思っております。この JICA の商員会におきましても、OPC ファンデーションさん、日本 OPC 協議会の皆様、そしてそのファンデーションの会員企業の皆様からですね、いろいろとことを教えていただくことだけではなく、また私たちも力を投じて、連携して作業を進めていかないといけないというところがあると認識しております。これら将来像に向かっての協調アプローチをぜひとも皆様と推進していきたいと思いますので、ぜひともご協力のほどお願いしたいと思います。まだ調査は始まったばかりですので、どんどんといろんなことを教えていただくことがあるかと思います。また、ラボラトリーの実態をこれからお知りになりたいという方々は、ぜひ
コンタクトをお願いしたいと思います。ご質問、アドバイス、お問い合わせ、ご連絡先はこの以下に書いてございます。JIMA の連絡先一つよろしくお願いいたします。技術委員会の方に連絡が参るように、スタンバイしております。短い説明でしたけれども、これにて本日の講演を終わらせていただきます。ご清聴ありがとうございました。